8年ぶりの名月、月見に適した頃とされる中秋の名月、旧暦8月15日の21日、川崎市内の公園の上空では、羽田空港へ向かう航空機が輝く月を横切る幻想的なシーンが見られた。月と航空機が重なるタイミングはわずかしかなく、公園内には日没前から多くのファンが訪れ、レンズを構えていた。国立天文台によると、21日は満月。地球と月、太陽の位置関係から、中秋の名月が満月の時期と重なるとは限らず、平成25年以来、8年ぶりとなった。中秋は秋、旧暦7月から9月の真ん中を指し、月見をする風習がある。